はい、おはようございます。栃木のたけし農場です。今日は、6月の30日です。今日でね、6月終わりです。早いですね。もう1年の半分が終わってしまいます。で、今日はね、中子おばあちゃんはデイサービスでね、お風呂入りに行きますなもんですから、まあ1日私はばあさんから解放されるんでね今日はちょっと農作業進むかなと思います。で、昨日からやってるんですけどね、朝一の作業は里芋の除草です。これ里芋もね、だいぶ葉っぱがちょっと赤くなっちゃって、水分不足です。これは確実に水分不足なんで、畝上げしてね、ちょっと換水をしてやろうかなと。まあここでね、ちょっとひと手間かけるとかなり後でいいものが出てくるんでね、はい、ちょっとひと手間かけようかなと思ってその下準備です。もうね、ほんと関東地方も一気に梅雨明けして暑くてねなんか言葉が暑いっていう言葉しか出ないよね本当に、まあなるべく言わないようにはしてるんですが、暑いです。はい、こんな感じでね、右側はね、昨日夕方やったんですけど、ちょっと左側やれなかったので、これから左側をやっていきたいと思います。動画の方はね、一回止めます。はい、除草がね、終了しましたので、これからオートカルチで、軽く耕します。で、その後、畝上げですね。畝上げをやってから、灌水かな、水をかける作業になります。はい、じゃあこれから、中耕になります。